皆さんこんにちは。自動車好きの YouTuber のダイスマンです。1993年から2002年までの期間に販売された80スープラはトヨタの主力スポーツカーの一つです。この車には数多くの魅力がありますが、今回はその中から4つの魅力をご紹介いたします。本チャンネルでは自動車の解説系動画を投稿するので、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。スープラはその広々としたボディが特徴的です。独特のデザイン、強大なボンネット、細身のリアエンド、流れるようなカーブなどこれらの要素が組み合わさり、スポーツカーの中でも重厚感と力強さを感じさせます。スープラは RZ モデルに搭載されたツインターボエンジンが国産車として初めて6速 MT を採用しました。このミッションはゲトラグ社との共同開発によって生まれ様々な走行条件下でのスムーズな変速を実現しています。さらに、スープラはダブルウィッシュボーン式のサスペンションを採用しており、これによって高いレベルの操縦安定性と快適な乗り心地を実現しています。2JZ エンジンは高い耐久性とパワーアップしやすい性能で知られており、アフターパーツも豊富に存在しています。そのためエンジンやサスペンション等の性能向上や外観変更などカスタマイズが容易な車として評価されています。スープラはそのメーターパネルからセンターコンソールに至るまで、ドライバーを重視したデザインが特徴であり、スポーツカーらしい外観を持っています。この車種は生産終了していますが一部の純正パーツはまだ入手可能です。これは愛車を大切に維持し続けたいファンに応えるため、トヨタが復刻パーツとして部品供給を再開した結果です。この取り組みにより、スープラの所有者たちは車両のメンテナンスや修復に必要な部品を手に入れることができ、愛車を長く愛用することが可能となっています。スープラには 2JZGE エンジンと 2JZGTE エンジンの2つのバリアントが搭載されています。これらのエンジンは共に3リッター直列6気筒で異なる特性を持っています。自然吸気の 2JZGE エンジンは、最大トルクが 284Nm であり、最高出力が 225PS です。一方ツインターボの 2JZGTE エンジンは、最大トルクが 431Nm から始まり、あとに 415Nm まで向上し、最高出力は 280PS を発揮します。この両エンジンはその優れた信頼性と耐久性から、自動車業界で名機として広く称えられています。80スープラはトヨタが自社で開発した最後のスープラであり、トヨタのノウハウが豊富に注ぎ込まれた、スポーツカーの歴史を語る上で欠かせない特別な存在です。これまでに80スープラの魅力を挙げてきましたが、その名前はトヨタのスポーツカーの頂点を象徴しています。80スープラはトヨタのスポーツカーの歴史を広く知らしめるモデルであり、その名は世界中に響き渡りました。さて、今回の動画はいかがでしたか？もしこの動画が面白いと思ったら今後の励みになるので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。